クイーンズランド大学は、オーストラリア・クイーンズランド州ブリスベン、セントルシア地区に本部キャンパスを持つ、州内で最長の歴史を持つ大学。クイーンズランド州で最も権威ある大学であり、オーストラリア国内でもトップクラスの生徒が全土から集まることで知られる。オーストラリア国内で常に5本の指に入る、名門大学。米ペンシルベニア大学、カマギル大学。 東京大学などの国外名門大学との交換留学提携関係も持つ。研究を重視し、日本の旧帝国大学にあたるオーストラリアの大学連合グループオブエイト、国際的な大学提携ウニウェルシタス21研究機構のメンバーであり、ノーベル賞受賞者も輩出している。1909年12月10日に、サー・ウィリアム・マグレ号初大学長として、 ブリスベン中心部に設立された。手狭になったために1930年に、ジェームス・オニール・メインと彼の妹メリー・エミリア・メインによる基金により、セントルシア・キャンパスが購入され、現在クイーンズランド工科大学のガーデンズ・ポイントキャンパスがある場所からセントルシアへ移動された。また、キャンパスも、ガットン、1999年には、イプスウィッチに新設された。 2014年にはアメリカ前大統領バラック・オバマ氏がセントルシアキャンパスで講演を行った際に科学と教育の分野において世界の中でも最高レベルの大学と評価している。また日本でいうところの宮廷大に相当するオーストラリア国内で屈指の学校が組織する大学連盟グループオブエイトにも属している。サガンで アールデコ様式で初期に作られたグレートコートを中心に運動施設、庭園、池、サイクリングロードなどを含む110ヘクタールの広さを持つ。運動施設は21面の登校証明を持つテニスコート、オリンピック基準のプール、3階建て体育館、多目的体育館などがある。イップスウィッチ CBD 南部に位置する学生組合。 ナショナルユニオンオブ・スチューデンツ・オブ・オーストラリアに、参加大学図書館、クイーンズランド州立図書館、クイーンズランド議会図書館、国立図書館にバックナンバーがある、クイーンズランド大学の研究施設、提携している研究センター、ABCD、UQ ファーストファクツ。The University of Queensland 2018年1月18日、閲覧。ワールド・ユニバーシティ・ランキングス。 タイムズハイヤーエデュケーションサプリメント。ありがとうございます。